血液型ゾーン。ようこそ、血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義しでございます。毎回スペシャルゲストをお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししてまいりたいと思っております。今回は、スペシャルゲストに、半熟理不尽先生をお迎えしております。 岡田監督に、俺の子を産めと言われれば産みます。大方言ってた半熟です。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれも。みたいですね。<あ>はい。松本さんも大変ですね、あれは。<laughs> ただね、ちょっと一言、あの、この場で言っておきたいんですよ。はい。 あれ、松本さんと、えー、小沢さんか、はい、でしょはい。あのね、お笑いのね。はいはい、あれ、お二人と、はい、二人共通点があるんですよ。はい。ガモンと関わってます。え、え、そうなんです。あ、そうですね。あの、え、ば、え、え <え>松本さんはクレイジージャーニーですか何でしょう。小沢さんはね、割と昔に、ガモンを取り上げてくれてるんですよ、うん。そう、海の番組とかやってますね。すはいはいはい。そうなんですよ。まあそういうこと、ね、そうですね。はいはいはい、はい。えへ<っ>へ。呪物 <laughs> に触れたからですね。そうでしょうね。そうでしょう。<laughs> <laughs> 絶対そうだと思いますね。<laughs> <laughs> あ、そっか。それでやね。そう,そ,うそ,うそう。はいはい もう、うちのが、いはい、うちの我慢をめんなよという、<laughs> <laughs> ことなんですよ。はい。そうです。はいはいはい。まあまあまあ。えまあ、あれですよね。今日はね。はい。今日はまあ、もちろんね、タイガースの、阪神タイガースの話題をね、はい、やっていきたいと思うんですけれども。はい。 えー、優勝しましたよね日本一になりました。あ、なりました。ええー。もう、本当に <laughs>。疲れました。疲れましたね。確かに。確かにね。<laughs> <laughs> 私はもうパレードも行きました、ね。オカルト的に言うと。はいはいはい。オカルト的に言うと、岡田監督も、はい。はい。今、666票なんですよね。監督通算が。ああ、そうなんですか。 666で。で、今年66歳になって。6が並んでるっていう。それだけなんですけど。あ、そうなんですか。はい。なかなかの、でも、あれです。デメですね、それは。そうですね。わかります。ちょっと注目しておきますわ。はい。はい。 んで、私は、まあ、パレードも行ったんです。パレードね。はい。うん。はい。で、もう朝から、ね。パレードどうでしたかはい,いや。あ、よかったですよ。よかったです。あの、やっぱり選手の顔が見れるんでね。間近で。はい。うん。結構先生近くで見られてましたもんね。そうですね。うん。だから、もう朝の富士かな、僕らは行ったのは。はい。 で、一緒に行ったやつはね、朝の5時から行こうって言うんですよ。はい、はい。ジーザスさんが。ジーザスがね。<laughs> はい。いや、ほんなんもう5時から行かなあかんでしょ、みたいな感じで言うねんけど。はい、やっぱそれだけはもう絶対に。朝5時からですよね。<laughs> いや、はい、俺、前の日、なんか夜中の3時まで撮影しててね。なんか、5時はもう絶対無理や、えって。<laughs> いやで、あの、9時 <laughs>、9時、9時に負けてもらって。スタジオからは遠いんですか<え>先生いやいや、遠、はいことないです。歩いていきましたもん。もう、あの、全部、封鎖やから、道路は、ね、あはいはいはい。うんあ。歩いていきました。あはいはいはい。うん。だから、ちょうど、そうですね、全然歩ける距離。うん、で、出発地点、うん、<laughs> 出発地点でまず、 待って、で、まあ、実際前を通るのは数秒じゃないですか。はい、ま、言ったら。はい。で、ま、あ数秒。ま、あオープニングセレモニーもあるんですよ、一応。監督の挨拶とか、ね、はい。うん、あ,あの、岡田監督はやたらとヘリコプター気にしてましたよね。あ、そうですか。あ、そうですか。いや、めっちゃ飛んでました飛んで <laughs> ヘリコプター。<laughs> <laughs> ヘリコプターよ、えらい気にしてるなと思って、上ばっかり見てるから、それがちょっと面白かったなと思って。<laughs> <laughs> なんせその、だから、スタートして行ったら、すぐ僕ら走って、ゴール地点で行って、はい。はい、で、ゴール地点でもまた、はいはい。うん、待って、はい。だから2回見ましたけどね。はい。はい、移動、移動できたんですね、でもそれだけまだ、人が多くても、 多いんですけど、まあ、僕ら、よう知ってますからね。あの、あ、はいはい。道筋を言うてもね。裏裏道じゃないけど、あの、はい。はい。抜け道をね。はい。うん。だから僕らは、まえらいでも多かったですね、上から見たら。でもやっぱり。めっちゃ人いましたよ。うん。で、うん。で、オリックスの時にね、オリックスもいたんですよ、オリックスの、あの、ー で、オリックスの時に人少なかったらどうしようと、はい、ちょっと思ったんですけど。はい。あの、全然めっちゃいた、オリックスの時も。うん。うん。うん、はいはいはい。でね、オリックスのファンはじょ女性が多いですわ。明らかに。ああ<ー>。うん。多いし、なんかね、やっぱり。はい。マ、ま、マニアックやった。なんか。あの、本当に好きなんやなっていう。オリックスの時のそう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 。<laughs> うん。 半、半身ファンはなんとなく、なんとなく言ってるやつめっちゃいると思うんやけど。うん、あはい。うん。オリックスはもう完全にオリックス大好きな人ばっかりが来てた。うん。あ<ー>うん。だから雰囲気も良かったです、すごい。あはいはい。うん。で。<laughs> オリックスもまだ3連覇ですからね、日本一の人は、ね。そうす、そ,そうです。すごいですよ、ね。ただね。うん ただね、山本が来てないんですよ。山本由伸が。あ、参加してなかったんですかそうですよ。ほんで、アメリカでバスケ見てた。あ、そうだった。あ、あ、そう。あ、話題になってましたね。はいはい。あれ、山本選手本人だったんですね。本人、本人、本人。ネタで作られても、ネタで作られてるんかなと思ったら。いや、違うと思うんですよ。違うと思うんですよ。そうなんですよ。だから、もう、山本がいないから。 うん、<laughs> あ、はい。今日、ドジャースに入団しましたもんね。ねえ、ねえ。うん。うん。まあ、まあ、それがちょっと寂しかったですけどね。ねはいはい。はいそれ寂しいですよね。そうそうそう,そう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 。そうねうんうん。まあ、<laughs> しょうがないけどね。まあ <laughs> <もう>、しょうがないけどね。まあ、そんな感じでね。まあ、今年一年は割と。うん、はい。 楽しめましたね。ええ、そうですね。はい。はい、で、まあ、ざくっとね、えっ、ー、と、これ、半熟さんからテーマ投げてもらって、はい。クライマックスシリーズ、ドラフト会議、日本シリーズ、春季キャンプ、秋季キャンプ、まあ、優勝パレード、来年の展望という話ですけど。はい、まあ。優勝パレードの話をちょっと今してしまったんですけど、はい。ええ。はい。 いや、お話聞けて嬉しかったです。面白かったです。あ,あ、そうですか。ええー。はい。はい。まあねえ。まあ、はい、うん。なかなかあんなこと。クライマックスも。はい、うん。うん。あ、クライマックスね。はい、はい。クライマックス行きましょうか、もね。はい。はい。クライマックスは、はい、まあもうね、試合内容どうこうはもうあれなんですけど。ええー。まあ、一応三連、えっ、ー、と、一生のドバンテージがあって、3連勝ですか、はい。そうですね。ええー。 はい。あの、共同会見で、あの、岡田監督見ましたいや、あの見てないと広島の新井監督と、三浦監督がいて、はいはい、後ろに岡田監督がモニターでいて、はいはい、なんかパンチみたいなのするシーンがあるんですよ。はい、そうなんや、そうなん <laughs> そうなそ <laughs> 見てないな。<laughs> <laughs> そ,うそうそうそう。あれちょっと面白かった。えー、あれ、多分ね、はい、ど、ど、 正式、公式の映像では残ってないと思うんですけど、なんかね、はははまとめ動画かなんかでの残ってると思います。ええー。あったらまた、じゃあ送っておきます UR L、URL、ね。ちょっとお願いします。一応<っ>岡田監督はク、はい、ライマックスシリーズの制度自体は反対なんですよね、ずっと。あ、そうなんですか。うん。うん だから、あの、本の中でも、2008年もあのままリーグ優勝してたら、ええ、もう、あの、クライマックスはボイコットするつもりでもいたって書いてるんですよね。あ、そうなんですか。ええ。うん、まあ、冗談とは思うんですけど、ねええ、ええまあ、半分冗談とは思うんですけど、ええ、まあ、そこまでクライマックスに対して思い入れがない人というか、ええ、そういうんで、ええ、ただ、あの、今年は、あの、えー、っと、ミーティングかなで、選手に、 ええ、もう勝つんだったら4連勝で行くぞっていうのは伝えていたみたいですね。ええ。まあ、本人もそういう。それはコラムに書いてましたね。は,は,はい。ご本人もね、もういっぱい。で、リーグ優勝のうん。うん、はい。もういっぱいもしないで。ええ、はい。はね、リーグ優勝した強さを示すためにも4連勝で行くと。ええ。それを選手には伝えていたみたいですね。ええ。 まあだからその通りうまいこと言ったなっていう感じで。そうですね。はい。だからまあ。まあそんくらいかな。うん。<laughs> はい。うん。だからまあ、だからそ僕ももうクライマックスのことあんま覚えてないけど。<laughs> あのー、<laughs> はい、でもそのクライマックスシリーズはかなりシビアというか、その全く隙のないの、はい、お戦いを したというか。はい。日本シリーズに比べてね。はい。うん。日本シリーズはある程度幅を持たせたというかね。はい、うん。だから2戦目の西勇気とか。はい。いうのはちょっとこういう、まあ余裕じゃないけど。あのー。はい。どうですかね。あの、幅の、まあ。シリーズ通しての。そうですね。はい、ええ。幅を持った戦いだったなという、はい。<laughs> まあ、事実7戦まで行ったわけですけど。はい。で、ええ、最終戦の青柳とかね。あの辺の方が、はい、まあ、まあ、その、日本シーズンは楽しめてるんかなというような感じはしましたね。はい。ええ。<laughs> はい。ええ。そうですね。ええ。 そうですね。日本シリーズもそれでもう終わりにしましょうか。はい、いやいやいや。いやいやいや、違うんですよ。違うんですよ。僕はやっぱりね、やっぱりね、あの、<laughs> ノイジーのホームランね。はい。ノイジーのホームランが嬉しかったです。特にあの、第7戦。<laughs> <laughs> 第七戦もう、もう負けるんちゃうかなと思ってたから。はい、うん。はい。ちょっとね。うん。なんか逆に試合が荒れるんちゃうかなと思,と思いましたね、僕は。 のみじが意外なとこで打ってしまって、ね、引き合いがどうなるんだろうっていうのがあったんですけど、<laughs> はいはい、ねえ。ええー。いや、あれは。よく打ちましたよ、ね、<の>本当に。うん。うん、まあ、あその、難しいホームラン、まあ、球も、まあ、技術的なことはちょっとわかんないですけど、まあ、はい、素人目に見ても難しい球を、だなという <laughs> 感じがしたんですよね。はい。うん。 で、やっぱり、このシリーズの活躍でね。あの、はい、残留も、だいぶ、はい。まあ、残留の方向へ行ったというか、そういう感じもするんですけれども、はい。もう最後まで使いましたもんね、岡田監督もノイジーっていうのをね。そうですね。ええ、いろいろ違う選手使いって言われてても、うん。ええ まあ、ほんで何かね、うん、やっぱり見,、うん、見るものがあるんでしょうね。うん。そうですね。まあ、まあ、守備もやっぱりすごいいいですよね。うん。うん。だから、本当に、僕はもうノイジー大好きなんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> ええ、あの、オマリーみたいになると思ってるんで <laughs>。ええ、だ来年楽しみです。 はい。はい。はい。まあまあ、日本シリーズそれぐらいですかね。もうそれぐらいで。そうですね。ねはい。もう語り尽くされてると思うんで。はい。はい。まあ一応で、ちょっと補足気味なんだ、補足気味になるんですけど、ええまあドラフト会議もあって、はい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 。で、岡田監督が、一指名抗言はしないって言ったんですよね。ああ、言う。面白くないやろって言ったんですよ。そうですね。うん だけど、過去に一回だけ岡田監督ドラあの、ドラフト1位を公言したんですよ、はい、過去に一回だけ、ええ。誰の時ですかあの 2006, 年2006年のドラフト会議で、どの、ええ、上選手、あの今年中日辞めてポーチになられた、どの、ええええ、上尚道選手を外して、ええ、岡田監督が苦渋悪いからで、野原選手を。<laughs> 取ったんですよね。野原ま氏しっていう年を。はいはい,はい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 。はいはい、でそ、その会議が終わった直後に、え<っ>岡田監督が一言だけ、一言だけインタビューで、来年は中田やからって言ったんですよ。うん、<laughs> はいはい。あ <laughs> で、まさかの来年、来年の分を一時指名公言するという。はい、指名したんですかこれはあんまり知られてない<何>と。<laughs> うん、一時指名しました。 へえー。だから、あの、えー、っと、よく松村さんとかはモノマネするじゃないですか。えぇ、ー。あの、江原さんに引いてほしいって中田の時に、はい、あの人見えるんやろって言うて。はい。はい。<laughs> あれ、はい、<laughs> あれもね、はい、多分ね、新聞の五六に載ったと思うんですよ。お<ー>僕、それよく覚えてるんですよね。ええー。江原さんってあれ見えるんやろって言って。はい。 一週間前に、一週間前かなんかスカウト登録したらいけるんやから、くじ引いたらええって言うて言うたんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> あ、いいでそれほど、<laughs> <laughs> <laughs> その流れがあって、あの、くじ引いてほしいいうぐらい、ほんま欲しかったんですよね。岡田監督、中津選手を。あ<ー>もうあの時はもう超高校級の右バッターのスラッガーだから。えーえー いや、まあ、ピッチャーもやってましたからね。なかったね。そうですね。ええ。まあ、本人は二刀流したかったんですよね、あれ、本当はね。ああ<ー>、うん。確かね。うん、ね<え>そう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 。まあ、そんくらいですね。一応、岡田監督、寝たとしたら、<laughs> 一、悲鳴公言を前年からしていたっていう。<laughs> <laughs> だからあれ、その、公言するのをやめろみたいな感じですよね、ノリ的に。あの、みんなやめろみたいな。そうですね。あの、去年が多かったからね。うん。で、まあ、今年は公言したら面白うないやろみたいな感じで言ったんですけど。うんはい、まあでも、あなた、あの、過去に前年から公言してましたよねって言おうと思ったけど。<laughs> <laughs> <laughs> ああ。 ちょっとね、面白かったなと思って。ええええ、ほんでね、あの、まあ、これもちょっと、はい、ちょっとした余談ですけど、あんたら、はい、その12月になったらね、はい。そのまあまあまあ、太、ま、鳳、あまあ、さんのやつとか、川戸さんのやつとか、はい。かけふさんでもいいですけど、はい、ああいう YouTube チャンネルにね、はい、また、はい 岡田監督が出てくれるんちゃうかと。ああ<ー>。思ってたんですけど。そうですね。ね出てないですね、まだ<の>。出てないでしょ。うん、これはね。あの、うん、その、うん、私と、えパ、ー、レード一緒に行ったジーザス西村がね。はい。ちょっとした、ちょっと、まあ、誰とは言わないですけど、はい、ちょっとしたとは言うことだな。誰とは言わないですけど、えっと、阪神、はい 元阪神選手の YouTube チャンネルの、で、に、仕事でちょっと関係してるんですよね。はい。うん。ほんで、その、ジーザス西村からの情報なんですけど。はい。やっぱり、もう、あの、岡田監督のマネジメントが阪神になってしまってると。はい。だからもう、ギャラが段違いなんですっていう。ああ<ー>。うん。あ<ー>うん。だから、 難しいと思うあ。はいはい。えなるほど。ちょっと大人の世界の事情なんですね。うん、そうなんです。大人の事情で。うん。ああ、そっか。岡田監督が出たいって言っても、勝手には出れないんですね、やっぱり。ううじゃないですかね。多分。うん。と思う。ああ、そう<ー>はいはいはい。う,うん。なるうん。やめたらまた、お話が、あの、面白いお話聞<ー>けるようになると思うんですけど。<laughs> うん。 はい、あそっか、うん、ね流行語大賞も取って、NHK の「紅白」ぐらいは出るんかなと思ったんですけど、はい、出ないみたいですしね、あんまりね、そういうところには出ない人だし、うんえー、まあ、そうですね。はい まあ、ドラフト会議,ト会議はそ、そのネタがあったんやな、ということで、ね、まあ、でも、どうでした今年のドラフトはも、<laughs> まあ、ドラフトもうまいこと言ったということらしいですけど。と思うは、まあ、わからないですけどね、そんなんはね。仕事面にはわからないんですけど。ええ、まあ、まあでも。良かったんじゃないですか。あの、うんうん、はい。まあ、もうね、毎年、それこそあ、当たりというかね、 その、うん、あの、ドラフトで取った選手がすごい活躍をするっていうのがもう当たり前になってますから、うんまあ、今年も良かったんだろうということなんでしょうね。はい。ええ。はい。あ、あとちょっと聞きたいんですけど、はいど。ドラフトはもうこれぐらいでいいですか あ大丈夫です。はい。はい、あと、MVP についてはどう思われました ?MVP は、えー、っと、誰でしたか村上、村上。<laughs> えっと、あ、村上選手ですね。そうなんですよ。村上です。セリーブはね。<あ>うん、はい。いや、別に、 ちょっとでも成り上がりすぎたかなっていう感じはしますけどね。ああ<ー>。なタイトルそうなめして MVP まで撮ってっていうんで、来年ちょっとね。うん。うん。まあでも、淡路島でもう近本と自主トレが始まってるはい。あ、なんか、はい。昨日なんか観光大使かなんかの記事出てましたね。ああ、そうです。南淡路市かなあ、はいはいはい。はい ねえ。<laughs> まあでもこれはまあ、あんまりね、なんも別に、うん、うん。そんなに <laughs>、取り立てて、村上選手に対して、何も <laughs>、あれない <laughs>。いや、違うですだから、村上は、その、結局僕がね、その岡田監督に対して、唯一、はい、はい。大だと思ってるのが、そのやっぱり、 <laughs> あのしつこいようですけど、村上のあのー、パーフェクトクズはい、はい、はいそうなんですよ。はい、あそれね、はい、あの岡田監督がね、新しい本出してるんですよ。はい、あそうなんや。幸せな虎、そらそうよっていう、はい。<laughs> うん、で、大体、うん、内容はそんなにここで喋ってるような内容の。はい 内容だ、内容があるし、はい、あの、ベースモールマガジンでのあの、コラムとかのそういう総集編みたいな感じなんですけど、ええ、一応その、えっ、ー、と、村上投手の完全試合のことについても書いてるんですけど、えっ、えと、そうですね、えっと、ここに本があるんですけど、はい。ちょっと出てないように、あの、適当にあの、あれ、内容を覚えてる限りで言うんですけども、 えっと。だから、まあ、そういう賛否両論があるのは分かってると。ええ、交代に関してもね。ええ、ただ、あの、自分の民には全く届かないから。<laughs> そういう批判がね。<laughs> だから、全くわからないっていう。<laughs> そうです。まあここら辺がやっぱり、<laughs> <laughs> 何部費が反されても自分の耳には届かないから、わからないっていう。<laughs> なるほどね。<laughs> いやいや、<laughs> 違うんですよ。それはいいんですけど、あの時、岡田監督がね、はい、その村上がもし、はい、<laughs> あの山本義信とか、はい、あの、あれ誰やったっけはい。ロッテの完全試合したやつ。 まあ、青柳投手とかだったら投げさせてたとか。<な>はい、そうそう、そんな、そんな、そんなこと言ったじゃないですか。うん。でも、結果的に見たら、うん、はい。まあ、もう、実はセリーグの対決するピッチャーだったっていうね。はい、ほんで、<laughs> <laughs> ね。だから、その、はい。しかも、あの、別に、僕はね、 とはいえ、あの、途中で、一旦、潰れると思ってたんですよ。け、負傷と、怪我か、その、休養で、二軍落ちとかあると思ってたんですよ。はいはい、はいはい、はい。あ、シーズン中にね。シーズン中にね。はいはいはい。はいうん、それもなくね。まあ、最後までやったっていうのが。はい。すごいというかね。あ、すご、はいです、それは。はい、うん。やっぱりあれは、 パーフェクト挑戦させてやね。でっ <laughs> しかった。<laughs> はい、ですけど。はい、まあでも MVP を取れたからね。よかったですよね。はい、うん。とは思うんですけど。そう。うん。<laughs> そうですね。はい。はい、だから MVP や MVP やーってみんな言ってるけど、あの、その、幻の完全試合ね。 はい。についても、あの、病の時ぐらい騒いでほしいんです。はい。と思ってるんです。はい。忘れぬなと。そうそうそう。そうなんですよ。まあまあまあ。そうね、ねちっとしたね、僕の性格、性格、問題なんです。はい。すみません。はい。はい。 で、まあ、こっからが本題だと思うんですが。はい。え周、ー、期キャンプ。行かれてましたね。はい。はい。あの、実は、あの、岡田監督が合流するかどうかもまだわからなかったんで。はい,はいはい。5日に日本シリーズが終わって。ねで、あの、岡田監督が日本シリーズ後のインタビューで、ね、読売テレビのインタビューかな。はは。 で、あの、秋にも見に行ってやらんとなーって言って、なんか笑顔で話してて、ええ、あなんか自分が岡田監督好きなとこって多分そう、こういうとこなんだろうなと思いながら、はい、そこで一つエンジンがかかったというか、<laughs> これを見に行かないとっていう風になって、去年は、去年も見に行きたかったんですけど、ええ、あの、変にあの、まだ、あの、地方って、 あの、ローカル的にコロナが流行ってるとかなんとかっていうんで、ええ、ちょっと残念、ね、残念したんですよね。ええ、で、まあ今年は行かないといけないっていう、行かないといけないって思ってて。はい。だから、えっ、ー、と、岡田監督が10日から合流、ええ、いつからだったかな<あ>合流して、ええ、で、僕が行ったのが15日行きましたね。ええ、はい。で、 あの、それまで、岡田監督が合流するまでは、二軍のね、和田監督とかがやってたんですけど、ええ、秋の球場がガラガラやったんですよ。はい。はい、まあ、これだったらゆっくりね、はい、岡田監督が合流しても見えるかなと思ったんですけど、遠く、ええ、10日からはまた偉い客,客足が盛況で、ええ、あの、めちゃめちゃ入ってて、はあ、めちゃめちゃっていう、それほどでもないんですけど、ええ やっぱり岡田監督が入るだけでこんだけ違うんだなと思って、<ー>ほとんど選手はね、変わらないのにと思ったんですけど。まあ、んで、えー、っと、今年の、えー、っと、ピッチャーのテーマが直球を磨くことと、はいえっとバッターは手首を鍛えることを一応テーマにしたんですよね。えー、あの手,手首で、手首をうまく、 使って打つみたいな感じで。で、去年も投手陣は直球を磨くことがテーマだったんですよ。ええうん、で、去年は、えー、と一応投げ込みで、えーと、キャンプ期間中に3000球投げ込めっていうんで、ノルマ,ノルマというか、まあ、一応課題というか、ええ、そういうのを出したんですけど、まあ今年は出さずに、はい。はいはい、多分若い選手が多いから、あんまり投げ込みも。 そんなにはっていうんで、えー、はい。あの、抑えたと思うんですけど、まあ、えー、去年一応、だから3000球、唯一、あの、投げ込んだのが、現役ドラフトでいった馬場投手なんですよね。はいはい。馬場投手が一人だけ3000球ちょっと投げ込んで、えー、で、次に石井投手が2900、はい、ぐらいだったんかな。はいはい、ああ。はい。うんで、 バッター陣も去年は今岡コーチがまだ合流しなかったんで、水口コーチが指導になって、とにかくバットを振る力をっていうのをテーマにしてたんですね、去年は。今年は手首を鍛えるっていうことで。そう、それが大体の今年の秋季チャンプのテーマですね。で、一応自分は15人、はい。いやいや、大丈夫、続けてください。 はい。で、一応自分は15日に、はい、えっと、出て、えっ、ー、と、距離がね、秋まで150キロあるんで、はい。<laughs> えっと、だから自分も、えっ、ー、と、えー、10時からのウォーミングアップに合わせたいんで、はい、えっと、だから、車で出たんが、6時ちょっと過ぎたあたりから、はい、朝の、ええー。んで、えっ、ー、と、高速乗っていきました。 はい。片道3時間かなだから。だからね、ちょっといいですか、うん、はい。いいですかえまあ、はい、その、半熟さん、徳島じゃないですかはい。で、今、地図見てるんですけど、これ、どういうルートで行くんですか、はい、秋まで。えっと、秋までは、はい、えっと、ほとんど真反対だでしょ多分、自分のとこからあったら。そうな、ね。だから、高速乗って、うん、えっと、高速の、だから、池田っていうところ、 で、はい、えっと、ここ池田まで、池田まで行ってんで、下に降りていく感じですね。南国、南国インターまで。ほう。あの、高知県の。で、そっからまた降りて、ええ。秋まで行くっていう感じで。ええ、あ、一直線で行けないんで。<な> <laughs> 南国まで一旦行くんだ。<laughs> うん。あの、山道通ったら余計に時間かかるんですよ。ああ、そういうことなんですね。 うん。一直線の、<っ>一直線の、あの、そのまま行ってしまったら。ははは。<laughs> はいはいはい。わか、あの、大ボケ、小ボケと <laughs> 追っていくってことか。あ、違うんか。えー、それは違う。え、ボケはもう、そ、えっ、ー、と、そ、うん。そこ、えっ、ー、と、どうかな。僕もよくわかんないです。<laughs> そこれについては。聞けわからないんですけど、多分行ったと思います。はい。 わかりました。これは、その、同じ四国とはいえ、通りですね。うん。そう、四国は、あの、高速の使い方が、めちゃくちゃ使いづらいというか、距離があれなんで、はい。そうですね。うん。だからまあ、言うと、この。本当はもう高速使わんといこうかなと思ったんですけど、はい。うん。 高速使わんといこうかなと思ったんですが。さすがにちょっと距離が長くなるんで、まあ、そのまま高速使っていきました。わかりました。で、えっと、はい、南国引退に着いたのが8時ぐらいだったんですよ。はいは。朝の8時ぐらいで、まあこれだったら朝の、はい ね、あの、若い選手が、あの、特殊してるのも見えるかなと思って、ええ、またそっから1時間ぐらいかかって、結局は。はあははあ、はえー、だから、ツイッターが9時過ぎで。ええ、で、えっ、ー、と、あの、えっ、ー、と、プレハブ小屋に、あの、日本一のペナント置いてくれてるんで、それを撮影して。ああ、はいはいはい。はい。 で、えっ、ー、と、席についてっていう感じで。えっ、ー、とね、三塁、はい、側の、三塁側に、はい、あの座ったんです。三塁側の、えっ、ー、と、ところに。あの、シートノックで岡田監督がよくそこら辺から、三塁、はい、の候補からいるんであ、はいまあ、ちょっと近くで見たいなと思って。はい、はい。で、えっ、ー、と、そうですね。あのな、雰囲気というかそういうんですけど、えー、なんか、すごく静かなんですよ、本当に。 ああ、そうだ。練習が始まっても。うん、練習が、でも、すごく静かなんですけど、まあ別に、だからって言って、選手がおとなしいわけでもないし、ええ。うん、なんか独特の緊張感というか、はあ、うん、は、なんか、うん。なんか、なんかピリッとしてますね、やっぱり。あ、はあ。フクランドの雰囲気というのは、そういうのが。<笑><笑>で、岡田監督はね、<laughs> その周期キャンプをすごい重要視するんですよね。はい、はいはい。その、はい。秋のキャンプが上手になる、はい、いい機会やみたいな。うん、はい。そうですねはい。体が一番動,動くのが今の時期っていうんで、11月の。ええ。ええ、で、まあ若い選手はもうそこで力をつけないとっていうんで、 ええ、でウォーミングアップ見始めて、はいで去年の秋だったらまだあの岡田監督がグラウンドまでウォーミングアップ見に来てたんですよね、選手の近くぐらいまで来て、はいはい、で今年はもう、多分ベンチの中にいたと思うんですけど、はい、出てこなくて、はい、<laughs> で、えっと、ウォーミングアップ終わって、で、えー えー、選手がスパイク吐いて練習するときも出てこなくて。はい。で、走塁練習の、えー、総類練習ぐらいに出てきたんかなはい。岡田監督が出てきて。<laughs> で、やっぱり、あの、こっちが、三塁側に座っている人たちがどよめくんですよね。監督出てきたら。なんか、岡田監督がなんかするたびにどよめくというか。<laughs> それがちょっとあびっくりしましたね。僕もあの、あの、何もせんとも、ただじーっと監督だけ見てましたけど。<laughs> だからそっからあんまり選手の練習とかも見てないんですよね。監督出てきてからは。はいはいはい。はい。で、えー、っと、そうですね。で、キャッチボールが終わって、で、えー、っと、 あ、キャッチボールで、あの、あれですね。あの、えー、その、15日に行く前日に、野口選手が支配下登録になったんですね。育成選手が、はい。はいはいはい。うん。で、その選手は、あの、キャンプの、キャンプ初日から、もう、キャッチボール行くとき全速力で走っていくんですよ。<ー>自分の走、走あの、投げる位置まで。はい。それがすごい気持ちよくて。はい。で、それ、 もう映像に撮っとかないとなっていうんで、それだけは撮って。<laughs> <laughs> 送ってくださったやつですよね。あれね。はい。はい。綺麗にあんまり撮れてないと思うんですけど。はい。はい、あの。あ<れ>見ました、見ました。あれが、なんか、すごく気持ちよくて。うんえー、なんか、あれがなんか今年のキャンプの印象的なシーンの一つだと僕は思うんですけど。えー。で、えー、っと。 その選手もね、えっ、ー、と、監督がシートノック終わった後に、えっ、ー、と、三塁のとこに監督が読んで、一言二言か交わすっていうシーンがあったんですよ、はい、野口選手に。えー、はい。なんで、そういう時もやっぱり客席がどよめくというか、あの監督が選手と話してるっていうんで、はははは。なんかザワザワするというか、客席が。<え>ちょっと面白かったですね、そういうのも。えー だから、<で>うん。えー、はい。なんか、直接話はしないっていうのが、まあ、ポリシーというか、はいのがあったと思うんですけど、はいこん。このターンというかね、その、去年、はい、今年からは、まあ、割と直接話もするんですかね。そんな感じなんですかね。うん。監督としては、あの、はい、よく喋ってるって言うんですけど、選手からしたら、あんまり喋ってないって言ってますよね。はい ああ、そうです。こ <laughs> の感じはちょっとよくわからないんですけど、ね。<laughs> だから一応、シートノックの時も、<え>あの、監督のタオルを掲げて、ね、はい、監督はこっち見るたびに手振ってたんですけどね、丸、はい、っきり無視でしたね。<laughs> まあこんなおっさんにね、手振ってもあんま得がないんで、ダメなんですけど。あと、一つ、えっと、もう一つ嬉しかったことがあって、はい えと僕、三塁側の中段ぐらいに座ってたんですよね、<っ>客席の。<っ>その後ろに、<っ>えと内田正也さんっていう方がいるんですよ。スポーツニッポンで、スポーツニッ<う>ポンであの、えー、と編集員かな。で、たまに記事とか出してる人で、えー、僕がよくあの X にポストするのはその方の記事ばっかりなんですけど。ほうほうえー、はあ、は なんか、岡田役よく知ってる人っていうか、僕の中では一番、マスコミの中ではそういう気づけなんです。その方が後ろにいたらしくて。はあはあのその翌日の16日の新聞に、三塁側後方に座って、はああの、あの、見ていたって言って書いてて、びっくりして。はあはあ、知ってたらね、顔も何も知らないんですけど、知ってたらね、ね横に座ってお話聞きたかったなと思って。はあはあ あれだったんですけど、うん。<laughs> そう、好きな人にあの挟まれてたっていうだけの話なんですけど。<laughs> <laughs> なるほどね。うん、で、シ、えー、<laughs> ートノックが終わって、<laughs> で、監督があの昼からもグラウンドにいるって僕、勝手に思ってたんですよ。だから、あの昼間の練習の時に監督の顔とかね。 ええ、前から取ろうと思って、待ってたら、シートノックが終わって監督が、えっと、スーッと外野の方に行って、そのまま、あの、グラウンド出てきたて、出て行ったんですよね。はい。で、ブルペンの方に向かったんですよ。はい。で、これは追いかけて、ここしかないと思って、はい、あの、移動するときにしかサインもらえんと思って、ええ。 キャンプ行った一番の目的が岡田監督のサインだったんで、もうこれは逃したらいけないと思って、ええ、で、すぐに、えっ、ー、と、ブルペンの方を回っていって、で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、一応策はしてあるんですね。ブルペンとメイングラウンドの通路っていうか、そういうところで。はいはい、で、そこであのみんな、サイン待ちの人がいて、ええうん、で、えっ、ー、と、僕も、えっ、ー、と、 でもその時も20人ぐらいいたんかなサイン待ってる人とか、はい、で、2列目ぐらいに、えっ、ー、と、待機して。ええ、で、えっ、ー、と、で、そっからあと、1時間ぐらい待つんですけど、他の方が来るのに。はい、で、その間待ってる時は暇、暇で暇で、はい、あのなんとかしてもらえるようなことしないといけない。 っていらんことばっかり考えてええ、だから、色紙の裏に、岡田監督、サインくださいっていうのを、のその場で書いて、<laughs> でこれを掲げたら、なんとか目立ってもら,え、はい、もらおうと思って、ええ、であの書いてて、ええ、で書き終わったら、横に女性がいて、若い。ええ みたいな目で見られていたんですけど、こいつ気持ち悪いなってぐらいの感じで見られてて、そんなん関係ないと思って、関係ないね。でもうずっと、だから、サ、はい、インの色紙を持って、はい、あのブルペンから来るを待ってたんですよ、1時間ぐらい。ええ、んで、えー、っと、えー、ほんで、どうだったかな、ちょっと待ってください。1時間ぐらい待ってですね、ええ で、えっと、前,前に、あの、1列目に、あの、近本選手のユニホームと、中野選手のユニホーム着た方がいて、ええ、で近本選手の,あの方が、えっと、一番隅っこの方に、あの、いたんですよね。はい、で、その方が移動したんで、はいはい、あの、後ろに3人組の方がいたんですよ。ええ、男性2人、女性1人の。 ええ、あの多分世代もバラバラだったんで、多分、その、同好会かサークルかなんかの、そういう阪神の応援する感じの、ええ、そういう感じだったんかなと思うんですけど、その集まりだったと思うんですけど、ええ、で、その方に、ええ、あの、前行きますかって聞いたんですよ。はい、ええ。あの、僕は別に2列目からでももらおうとまたもらえるんで、ええええ、うん。 で、あの、女性、あの、後ろにいた女性の方に前行きますか言われたら、うん、あの、岡田監督のサイン欲しいんでしょって言われて、はい。ギクッとして、はい、あ、後ろの人にも見られてたんだなと思って、はい。<laughs> ちょっと恥ずかしかったんですけど、まあ、それは後ろの後ろにも見られ、あの見られるわなと思って。はい。そしたら、えー、っと、その年長の方が、はい。監督、こっちからは出てきませんよって言ったんですよ。 あ,あのか、あの階段登り寄りしないといけないんで、えー、監督はだから、あの、下の、あの、山の下のサブグラウンドのとこの関係者通路から、はい、あの、車に乗って移動しますよって言われて、はい、あ、そうなんですかって言って、はい、で、えーえー、うん。んで、あの、こっちに、あの、メイングラウンドまで、はい、あの、ついてもすぐ、あの、 あの、入り口まで移動車つけて入り口にパッと入っていくから多分サインもらえませんよって言われて。ああ<ー>。いや、僕、この、このために来たんですけどって言って。<laughs> そしたらあの、下のサブグラウンドのとこで待ってた方がいいんじゃないですかって言われて。はい。あ、じゃあ、そうしようかなと思った。まあ、万が一階段から来てもあれだしと思って。はい。どうしようかなと思ってたら、はい。あの、下のサブグラウンドから、 プロのアルファードであの移動してますよって言われて、はい、そこまで言われたら、もう下の方で待っとかなきゃないなと思って、ええ、で、またそこから山の中腹からまた下に降りていって、はい、で、降りていくときに、なんか、低く追い出されただけなんかなと思って、途中で。でもこんな、<laughs> 僕一人だ,だ、僕一人追い出したところで何もならんのになと思って、はい、で、だから下まで降りて。はい んで、サブグラウンドと、あの、ドームの間の関係者通路があるんですよ。ええ、で、そこで、だからずっと色紙持って、一人だけ。はい、こんなとこでサインもらうやつな、折れへんのに。はい、これ、来るんかなと思って。ん、はい、で、そっからまだ30分ぐらい待って。はい、で、これ、まあ、えー、昼の2時ぐらいには出たらまた、こっちに帰ってこないといけないんで、3時間かけて。はい まあこっち、はい、あの夜、高速つかんは嫌やなと思って、あはい、2>, まあ2時に出たら、まあ、ちょっと暗いぐらいに帰れるだろうなと思って、毎応、はい、2時をタイムリミットにして行ったんですけど、そ、はい、したら1時半ぐらいになって、黒のアルファードが来たんですよ。はいうん、走ってきてんで、もうこうなったらもらうしかないと思って、はい、手振って、はい、もう大手振って。 はい、もうください、くださいみたいな感じで、はいうん、まあ、アルファードは通り過ぎたんですけど、ええ、でもあの、監督は乗ってました。あだから、クロンブリの中から確認はでき,、はい、できたんですよね。えっとね、助手席の後ろ側に座って<ー>あの、なんていうかなあの、ドアと座席の間にちょっと体倒すぐらいの感じで。 ええ。で、帽子脱いでて。はい。うん。あの、めっちゃ睨まれましたね。なん <laughs> <laughs> やこいつは、みたいな感じで <laughs>。初遭遇を果たしました。<laughs> ああ<ー>。ちょ、結構近い,近い距離だったと思いますね。そうですね。で、情報、正確だったんだ。<laughs> うん、そうですね。黒のワルファードで移動してましたね。で、その3人組の方にお礼言わなあかんなと思って、ええ、もうこれもうもらえんだろうなと思って、ええ、もう諦めついたわと思って、で途中であって、はい、その方と。ええ、で、えっ、ー、と、監督、あのサインもらえましたかって聞かれたんで、ええ、いや、もらえなかったですって言われて、はい、あら、残念ですねって言われてたんですけど、はい、いや、もう、ええ 監督と近くで見れたんで、もうそれでよかったですって言って、あ、もう、はい、それはよかったですねって言われてで、それで、あの、分かれたんですけど。ええ、うん。まあだからサインはもらえんかったけど、結構近くでは見えましたね。はあ、ははしかも、<分>誰も待ってないあんだけ睨まれたのは僕が初めてじゃない <laughs> <laughs> はい。<laughs> 日本一になってからあんだけ睨まれたのは多分僕だけだと思います。<laughs> <laughs> やばい。でも監督も疲れてたんですよね、や,や,やっぱり。<laughs> <laughs> 疲れもあったと思うんですけどね。はい、どめっちゃ睨まれましたね。ああもうそれぐらいですね。<laughs> あ秋行くのはで、あの、うん、あの、はい。何回か行ってるんですか、今まで。えっとね、はい、えっと。 親に連れられて、中学生の時とかには行ってましたね。<ー>90。<ー>うん。だから、吉田監督の1年目とかに行ったと思うんですよ。ははははは。うん。監督変わったから、またこれ、阪神が強くなるかもしれんって言って,言って、はい、でも、その時やっぱり弱かった時で、あの、外国人がキャッチボールでポロポロ落としてました,た。<laughs> そうすか。<laughs> で、あの、かん、あの、お客さんに嫌げられてましたね。 それがえらいなんか印象に残ってるというか。あ,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 あのい、いいですか、聞いても。それぐらい、あと10年。はい、はい、大丈夫です。え、あと10、十年っていうのはあ、10年ぐらい前に1回だけ、まゆみさんの時にも行ったかな。<ー>はい。なる,なるほど、なるほど。うん。あの、 ジョージマ選手が入ってきた時だったからは,は,はい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 。だからあの、ジョージマ選手のモノマネする芸人さんも結構なんか通ったりしてましたね。ええ。ちょっと、そんくらいかな、まあ、一旦はち。ちょっと質問いいですか。はい。えっと、男女比ってどれぐらいですかね、観客の。 あのね、えっ、ー、と、女性、えっ、ー、と、どうだろうな。女性4割、男性6割かな。<ー>男性って言ってもほとんど、あの、地元のあのお、おっちゃん、おじいちゃんばっかりでしたけどね。<laughs> 女性はやっぱりあれですね、あの、佐藤選手とか、ね、近本選手のユニフォーム着ている人も多いですけど、うん 湯浅選手のユニフォーム着てる人がめっちゃいましたね。ああ、顔やっぱり人気あるんやなと思って、びっくりしましたね。ああ、はあ、はあ。男前ですからね、やっぱり。えーうん、人気あるんだなと思って。いや、最後投げたしね、うん、日本シリーズね。あそうですね、はい。そう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 。うか、ほんなんか柄の悪いおっさんみたいなの着てます は、いなかったと思いますね。<ー>うん。うん、そういうのもいないと思います。<は>秋のキャンプは。<あ>え、なん、えっと、昔も行ったけど、うん、そういうのもいないと思いますね。あ、そうなんですか。逆に、すごく感じが良くなったというか、今は。ええ、な,るなるほど、なるほど。わかりました。うん、まあ、良かったですね、でも、ほんなら。暑い。 暑い一日というか、<laughs> 素敵な一日も。<laughs> ドタバタでしたね。えー、<laughs> 何もできてないっていう。えーまあ、来年も、だから、まあ、キャンプオープン戦通じたら大体の戦い方っていうのは分かってくると思うんで、はいまあ、そこら辺でまた、はい。あの、そうですね。あの、番組に呼んでいただけたらなんかお話できるかなぐらいの感じで、 まあ、<laughs> かりま展望っていうぐらいではないんですけど、ええ、ね。はい。多分僕が一番咲いてたのが今年の2月3月ぐらいだったんで。<laughs> 多分その時言ってたことが多分ちはね、あの、うん、ちゃんとしてたと思うんで。<laughs> <laughs> ええ、ですから、はい、まあ、展望はないというか、まあ、今年の延長というか。はい。はい そういうとこですかね、そうですねだから、まあ、センターラインはもう決まってると思うんですよ、たぶんキャッチャーも坂本選手でスタートしていくと思うんですけど、だから、そうですね、えーまあ、森下選手と佐藤選手はちょっとわからない、まあ、佐藤選手はいけるかな、森下選手はまだレギュラーとは呼べないと思うんでね、うん、岡田監督からしたら。うん うん、まあそこはまた競争っていう形になっていくと思います。<laughs> はい、うん。はい。まあ佐藤もね。はい。えっと、後半だけで言ったら首位打者らしいんですよ。はい。えっと、3割以上。はい。なんですね。3割2分残ってたかな。うん。まあ、それだ。うん。 でも日本比率ではいまいちだったですもんね。そうなんですね。やっぱりちょっと難民が多いというか。そう,ね、そうですね。うん。だから、まあ正直いい,いい印象がなかったんだけど、うん。まあ後半、そんだけ売ってたっていうのをそのデータで見て、うん。まあ感心したというかね。うんあ。すごいなと。やっぱりまあ、やっぱりこうポテンシャルはあるというか、うん。うん。可能性は、 すごい選手やなとは思ったんですけどね。うん。ええ。まあ、佐藤選手がね、ええ、もっともっとっていう感じなんですけど、まあ。ええ、そうですね。うん。まあ、だから、まあまだ、ま、うん、うん、はい。なんかまあ、その同期だと思うんですけど、中野が、なんかすごく、すごいじゃないですか。はい。まあ、正直言って、もう、すごいな。まあ、 僕の中での MVP はね、その、はい、まあ近本か中野かみたいな、はい、感じはしてたんですけど、はい。えー、だからまあ、佐藤もね、あの、はい、爆発してほしいなという、はい、<laughs> 気持ちが強いんですけど、はい。来年だから、佐藤選手はキャンプからキャッチボールですよね。 早急エラーが今年も多かったんで、ははははそこら辺の意識をどう変えてくれてんのかなっていうのもあるし、ちゃんとやってくる選手ですから、2月1日に合わせてね、はい、そこら辺はちゃんと真面目な選手なんで、えー、期待はしてるんですよね、えー、めちゃくちゃ。まあ、そうですね。あとやっぱり、うん、まあ、今年ホームランが。 ね、まあまあ、佐藤選手だけじゃなしに、まあ、大山も含めてね、うん。ホームランが少ないというのは少ないと思うんですよ。そうですね。ね。だから、ホームラン、やっぱり、まあね、野球の醍醐味の一つという感じはしますんで。そうですね。はい。まあ、ホームランみたいなと。うん。いう、ところでしょうかね。はい。はい。まあ、はい。も、まだ、まだまだ上積みがあるチームなんでね、全然まだ限界ではないんで。はい。 全然そこはね。はい。はい。だから、まあ、その、岡田、岡田視点で言えばですよ。はい。まあ、さっきもちょっとお話はしてたんですけど。はい。まあ、一応、2年やるということで。はい。まあ、来季が最後のシーズンというか。はい。区切りのシーズンということになるんですけど。はい。ねその、はい、その後、またどうなるかっていうのも、 ちょっと興味深いところではあります、ね、そうですね。次期監督問題というか、そういうのもね、ええ、またなんかあれば、そうですね。うんと、ええ、うん。まあ、だからこう、婦人的にも種はまいてるというか、うん。今岡が、はい、今岡が来てるっていうのもあるし、はい。ね、まあ、平田さんもね、やってほしいなっていう気持ちもあるし、うん、はい。 ファンからすればね。あと個人的に嬉しかったのが、うん、あの、上本選手ですよね。自分<ー>に配置された。あの選手が、あのコーチが帰ってきてくれたのがめちゃくちゃね、はは頼もしいというか。ええ、あれも岡田監督がね、2008年の最終年の年に、あの、ドラフトでね、会議とかに出席して、はいええ、あの、取った選手なんで、広陵、ね高 てって、<う>早稲田広陵でもキャプテンして、ええ、早稲田でもキャプテンしてる選手なんでね、ええ、そういうのはめちゃくちゃ楽しみですよね、そういう意味でも。え、だから前も言ったんですけど、はい。あのー、片岡さんの YouTube に出てたんですよね。はい。<laughs> その時の感じがね、はい。何ですか コーチとかできるんかなっていう感じなんですけど。<laughs> どう思いますか <laughs> あれコミュニケーション取れるんですかねあれ。でも、突然せでも、あの、タイガースのあの、ウーマンですかね女性の方を今年ね。やってたんでうん僕もそこまではね、わからないんですけどね。<laughs> ええ、<laughs> あの、なんか寡黙なタイプなんでね。ええ、そこまではな、ええ、あの、あれですけど。ええええ でも今、あの、タイガース、ジュニアですよね。ジュニアの方も、はい、あの、あれ、えっ、ー、と、外野のセンター守ってたあの、柴田選手が、ね、<う>監督になって、あの、ね、指揮してたみたいなんで、えー、そこら辺もね、まだまだ、あの、楽しみなコーチ陣というか、監督候補がまだまだいるんで。<laughs> そうですね。はい、はい。だから、まあ、来期の、 まあ成績次第でいろんなことがまたいい。そうですね、まあ、僕としたら、もうあと10年、ええ、20年でもやってほしいんですけどね、岡田監督に。まあ、本当はね、まあ、だから長期政権、うん。うん、連覇す,すれば可能性、続投の可能性があるかなと思って、ええ、そしたらまた来年、また、あのー、ね、サインもらいにまたにらまれに行っても、全然 <laughs>、あれなんで。ええ 来年は来年でまた計画立ててね。はい。もっと大きいボードに掲げて。はい。あの、サインくださいって書いて、あの、はい、また挑戦します。わかりました。はい、続投なら。はい、はい。いや、だからね、まあ最後にちょっと言いたいのが。はい。僕らはそのもう、岡田監督に決まってからね。はいお。心ウキウキで。はい。こうやって、まあ今年1年ね。今年、去年の終わりから、はい。 まあ、や,はい、やってきたわけなんですけど。はい。だから、その、僕らが、わーわー言ってた意味が、を分かってほしいみたいな。ね。そうですね。ええ。だから、まあ、その、岡田阪神っていうのも、それが特別なんだっていうね。あの、<laughs> <laughs> 気持ちがあるんで。特別だし、うん。ええ、そうですね。はい。ええ、その、 全然違うと。全然、た、確か全然違う。はい、僕らが言うように全然違ったと思うんですよ。こ,このシーンの、阪神のその感じっていうのは。はい。こう、ちょっとまあ、歴史に残るようなチームだったと思うんでね。うん。うん、まあこれはね、うん、もう継続して、本当に。ええ。もう最後のチャンスかもわかんないですよね。タイガースっていうチームが、本当に上票チーム。ええ。ね。 何連覇もできるようなチームっていうんだったらもう本当にね、最後のチャンスぐらいに考えて。そうですね。うん。ええ。だから、うんまあ、こんなね、なんかインテリジェント溢れる感じになると思ってなかったですよ。阪神が。<laughs> <laughs> <laughs> ね、本当にもう、うん、なんか、全てがうまいこと言ってて怖いぐらいという。そうですね。はい、まあ来年ね、その反動が来て、うん でもそんなにね、あの多分開幕からそんなに調子よくはスタートできないとは思ってます。えー、ああ、そうですか。うん、そんなに今ね、<laughs> あれなんで。<laughs> <laughs> 分かりました。あと、高橋春人とかね、どうなのかな。支配、はい<う>、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、育成になったんですよね。あそうなんですか。 育成登録になったんですけど、うんまあ、焦らず直しなさいっていうことだと思うんで、戻ってきたらすごいとは思うんですけど、またすごいピッチャーが加わるなという感じはするんですけどね、その辺も含めての、はい、楽しみというか、来年のほうが楽しみが多いと思います。今年の、はいね キャンプのスタートよりは全然、まだまだ、まあ、WBC もないし、はい、もう安心してシーズンを迎えれるという、はい、あそうか、中野選手はあれですね、えー、あの春のキャンプ、あの新人の年以外は全部、あまりはあの入ってないんですよね、確か、春のキャンプは。こ、えー、今年も WBC で抜けて、2>, えーえー、2年目の時も多分怪我で2軍スタートだったと思うんですよ。 そうなんですか。だから中野選手がフルで2月のキャンプ入るのは、たぶん、新規以来かな。ええ。そこら辺もね、あの、あれだったと思います。ええ。うん。わかりました。はい。はい。ということで、あと、ま、あの、告知ですけど。はい。ええ血液型対象。はい。皆さん、よろしくお願いしますということで。 よろしくお願いします。僕もあまり今年は貢献できない。<laughs> もう、また、はい。まあ、岡田監督ですか。やっぱり。いや、あえて反対っていう感じで。<laughs> <laughs> そうですか。はい。うん、そうですねだ。うん、そっか。まあ、対抗馬がね、いないんですけど、まあ。まあ、大谷、まあ、大谷選手。あ、そっか、大谷選手。うん、大谷が。うん、すごいですよね。1000億。 1000億<ー>なんか。ね。なんか。ね。結うわからん。結 <laughs> 構違いすぎて、よくわからないんですよね。あ,<ー>あそこまで行くとね。ねえ。まあでも、藤波も良くなってるから。そうですね。あの、ね、今年、あの、数字見たら68試合も投げてるんですね。あそうす,すごいですよね、<ー>結構ね。うん いやだから、やっぱりタフなんだなと思って。ええ。も、ま、う、あ、本当、あの、ピッチャーの感じだけで言えば大谷以上のね。うん。感覚を。いや、僕はそっちの方をしてますね。ねえ。ピッチャーだったら藤浪選手の方が、う上というかね。うん、うん。あの、あのストレート見るのが好きなんですよね、藤浪投手の、<laughs> あのなんか。 汚いストレートというか、なんか、なんかすごい曲がり方する、<laughs> うん、ストレートでもなんか曲がるみたいな感じの、が、うん、ああいうのが見るのが好きなんですけど、えー、まあ通用してますしね、実際ね、大リーグで。うんうん、ですからまあ、まあまあ、大谷、ちょっと後半怪我したからね、MVP 取ったとはいえ。うん、そうですね、怪我。うん。うんうん それでもホームラン王っていうのは、すごいんですけど。去年か一昨年だったかな、ええ、あの大谷選手がね、あのホームラン王争いしているときに、ええ、岡田さんとか掛布さんがもう絶対取っとかないといけない、もうこんなん一生取れんかもしれんからって言ったんですけど、<laughs> その時もう取りましたもんね、ええ、そしてもうね。 大谷選手も、ふい選手も、本当に、ストレートがまだまだ走りますもんね。20、えええ、30前だ、三十前ですけどね。ええ、160キロ投げれるっていうのがすごいなと思うんだけど。ええええ、うん。まあ。日本人すごい活躍してるからね、他も。うん、うん。えー、千賀やったっけあ、はい。お化けフォークか。はい。 もう、すごいんですよね、なんか。うん。うん。受来年だから、ドジャースがどうなるかですよね。うん。うん。うん、は,いはい。まあまあまあ。ねまあ、だあドジャースよりか岡田阪神の方が強いですよ。いや、確かにね、岡田阪神は強いと思うね。<laughs> <laughs> ほんまに。<laughs> うん、なんか自由自在って感じですからね。うん。 まあまあ、あの、とにかく血液型大いね。まあ野球界に関わらず。はい。血液型大い他、野球界以外でいます<あ>逆に。えっと、どうですかね。うん。活躍。割と暗いニュースが多いかな、うん、っていう。そうですね。うん。うん ここに来て、ズームの調子がめっちゃいいですね。僕は再起動したからですかね。すいません。なんか, <laughs> かそんここっちもう先生のせいばっかりと思ってた。いや <laughs> いやいやいや。<laughs> <laughs> えでもこっちもアンテナちゃんと立ってたんで、いけると思ったんですけどね。なんかもう、多分こっちだったんから<あ>すいません。めっちゃレスポンスいいですよね、今。<laughs> はい。まあまあまあ。えー って言ってたら、あれかなはい、はい、大丈夫です。大丈夫です。はい。はい。はい。あの、今、ちょうどあの、スカパーで阪神の試合やってて。ずっと見て、見ながら。阪神すっきゃないや、僕、自分では阪神ファンとは思ってないんですけどね。やっぱ、岡田、岡田ですか。岡田ファン。岡田監督は好き。まあ、そうですね。うん。うん。岡田監督もね、 はい、本、本、本は、まあ、いいんだけど、はい、ヌードとかヘアヌードぐらい出してくれんとね、<laughs> やっぱりこっちは興奮しないっていうえ <laughs> 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 でも、その新しい本は面白いんですか岡田監督の。あ、そうですね。面白い。面白いですね。ええ<ー>。面白い。まあ、うん、僕的には面白いけど、うんうん、うん。まあ、でも、 そんなにその目立ったエピソードはないかな。うん,うん。うん。そうっす、はい、うん。多分この放送を多分ずっと聞いてくれてる人だったら、はい、そんなには、はい、あの目立ったエピソードっていうかそういうのはあんまり、ええ、はい。うん。ないかなとは思うんですけど。はい、うん。だから、もうついでっていうかもうこれが言う最後の機会やからいろいろ言してもらいたいけど。はい。だから、あの、栗山が、 WBC 取ったじゃないですか。まあ言っら、はい、栗山監督は、ねはい。ほんで、その、はい、あれ最後だから、ダルビッシュ行って、大谷が行って、勝ったんですよね、はい、最後ね。はい。えっと、だからあの、ほんまの抑えの予定だった、あの、巨人、大成か。うん。大成を7回に行って、うん。やったからまあ、回はちょっと忘れたけど、大成行って、ダルビッシュ行って、大谷行って取ったんですよ。 うん。ほんで、なんかこう、何その、理想のリーダーみたいな。はい。感じでバーっともてはやされて。はい。なんかまあ本人もまんざらでもないみたいな感じで。はい。あ、<laughs> テレビとかも出まくって。はい。なんか翔平と俺みたいな <laughs>。<laughs> <laughs> やってたじゃないですか。はい。あれがね、僕全然違うと思ったんですよ。はい。うん。 あ、でも先生、それはあれですよ。岡田監督も一緒やな、一緒で。あの、日本シリーズ開けたらもう、どこもかしこも岡田監督を称賛する。いやいや、違う違う違う。それはいいと思うんですよ。岡田監督はその、ま、ああの、その筋を大事にする人っていうか、最後、あの、湯さも出たし、公役そういうことですね。はいはい。そういうのはね、なんかこう、よ、良かったと思うんだけど、はい。その、 最後ね、あれ、大谷に掘らすってね。はい。はい、僕はし、もう相当しらけましたね、僕は。あの、さっき言いや、それはちゃうやん、みたいな。うん。あの、大勢に掘らしたれよって思ったんですよ。ああ<ー>。うん。そう、アメリカ、ね、その大リーグが偉いんかなんか知らんけど、<laughs> みたいな。うん。僕はね、それ思ったのと、うん あとまあそらね、ポジションのあれがあるけど、うん。あの時ヌートバーが全然ダメだったんですよね。あれ1番かなんか売ってたんかな。はい。けど、それをね、中野を出せと。はい。中野を、ね、言ってんねんから。はい。中野を1番打たしたらよかったんですよ。<laughs> ほんならもっと楽に優勝できてますよね、あれ多分。そう思ったんですよ。<laughs> WBC。 あれね、ちょっと栗山、問題あるなと思いましたね <laughs>、うんで。その問題提起をしてるやつが誰もいないでしょ。ああ。でも、うん、先生、あれですよ、栗山監督のもとで、はい、もし僕が働く、岡田監督のもとで働くとなったら、はい、栗山さん選ぶかもしれないですよね。 嘘やん。ダクダク。嘘 <laughs> 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 ーん。岡田監督のもとはやっぱり <laughs>。そうですか動き、先生は岡田監督の方で動きますか絶対、うん、絶対岡田の方いい <laughs> 絶対に。うんお。僕、岡田監督に叱られたら、ドラムできないかもしれないですよね。好きすぎてね、逆に。<laughs> <laughs> それは好きすぎるっていうだけのことでしょ。<laughs> <laughs> うん、いやうん、だからね、そこですよね。だから、<ー>そのリーダー像として、うん、山なのか、岡田なのかっていう、まあ、あ<ー>まあ、こ、こ、今年をね、総括するとしたら、そうですね、<で>はい。WBC 優勝監督なのか、日本シリーズ優勝監督なのか。ああ<ー>、うん、あの、氷力、氷力松太郎。 今日もね、岡田監督になって、うん、栗山さんでも良かったんじゃないかっていうね、ああお話も、あの、意見もあったみたいなんですけど。ああああでもそれはやっぱりね、まあうん、全然違う。ほんま、全然違うと思います。あの、なんか、うん。いや、もちろんそれは大谷もすごいですよ。はい。ダルビッシュも,もちろんすごいと思うんですよ。はい。ただその、あの最後の優勝の瞬間はね。はい。 体勢にほらしたれと思うんですよ。はい。兵庫県でしょ、<laughs> 体勢<制>は。<laughs> ねうん。と思ってね。うん。あれはちょっと筋が全然違うというか。ああ<ー>、うん。おかしなことするやつやなと思いましたね。<laughs> うん。正直。うん。まあ。はい。 それをい、一年間言いたかったんです、僕は。<laughs> はい。ということでしょうね。はい。はい。だから、まあ、決議型代償を栗山が取ることはないです。<laughs> すいません。<laughs> ということですかね。はい。はい。それぐらいでよろしいでしょうか。 はい。<laughs> まあまあ今年も。僕も岡田監督最対抗を探すように、あの、また考えておきます。ちょっと考えておいてください。はい。はい。年のせい、迫ってますけど。はい。すいません。今年もいろいろお世話になりました。あ、いや、こちらこそありがとうございました。あの、はい、はい、また来年も何かあれば、お声かけいただければ。はい、そうですね。またちょっとシーズン前、一回、やりたいですね。はい。はい。はい。いませんけど、はい。な、どうも。 はい、ありがとうございました。はい。お世話になりました。私、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。